皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、以前お出ししましたクレアチンに関する動画にですねご質問をいただきましたので、そのご質問、2つですねお答えをしていきたいなと思います。むくみやすい体質なんですけども、むくまずに、クレアチンを取る方法はありますか。2つ目が、持久系のアスリートがとっても大丈夫なんですか、いいんですかということと、摂取の際に脱水症状等起きませんかというご質問ですね、お答えをさせていただきたいなと思います。確かにですね、クレアチンを取るとむくむっていう人いるんですね。これはなぜかと言いますと、クレアチンは体の中に水を引き込む性質があります。というところで、クレアチンを飲むと水分で体重が増えてしまうからむくんじゃうよと、こうダイエットしている人には向かないよという人が、少数ですけどね、いらっしゃるんですね。で、そういうことを気にされて、ダイエット中はクレアチンを取らないっていう方もいらっしゃいます。実際に私も大会の直前は、クレアチンの摂取を控えたりします。これは体に余分な水分をためないためにっていうことなんですけども、趣味でトレーニングをされている、スポーツをされているような方が水太りのような状態になることはまずないので、安心をしてください。むくみやすい体質の方でも、取っていただいて全く問題ないと私は思っています。なぜかと言いますと、クレアチンは確かに体に水を引き込むんですけど、それは筋肉に水分を引き込むんですね。クレアチンが筋肉中に吸収されていく、入っていくのと同時に水分を引き込むので、水分が入っていくって言ってもむくみのようにですね、こう体の表面、皮のすぐ下のところにこう水分が溜まってブヨブヨむくんだような感じになるっていうわけではなくて、筋肉に水分が入っていくんで、どちらかというとこう筋肉が張りやすくなるような効果も期待できるので、逆にですね、大会直前にクレアチンをバーッと入れて筋肉を張らせるっていうボディービルダーの方もいるぐらいですね、見た目的な問題でむくんでこう太って見えるっていう心配は、ないのかなと私は考えています。そこは個人の体質によるところも大きいので、いろいろ試してみながらだとは思うんですけども、むくみというのはですね、そのクレアチンだけではなくていろいろな要素が関わってくるものなので、クレアチンだけがこう悪者になるわけではないんですね。例えば冷え性の方とか、女性の方でしたらね、ホルモンバランスでむくみやすくなってしまう時期もありますし、いろいろな影響が重なってこのむくみっていうのが起きている可能性があるので、クレアチンを取らないからといってむくまなくなるというわけでもないですし、クレアチンを取ったからむくんでしまうというわけではないので、そこはですね、安心していただいてクレアチン取っていただければいいんではないかなと思います。中にはね、こうボディービルの大会にね挑戦するっていう方もいらっしゃると思うんで、そういう方がね、極限までこう減量して最後の最後、こう少しでも水分を含むリスクを抑えたいっていう時にはクレアチンをやめてみてもいいのかもしれないんですけども、趣味でトレーニングしてるとか、ちょっとこういい体になるためにダイエットトレーニング頑張ってますぐらいの方でしたら、減量中でもクレアチンは取っていただいて問題ないと思います。そしてですね、持久系アスリートが取っても大丈夫なのかどうか、効果を発揮するのかどうかというところなんですけども、これもですね、取っていただいて効果を体感できるんではないかなと思います。確かにクレアチンはこう瞬発的な動作の時にこう使うエネルギーの元になるというふうにご説明をしたんですけども、持久系の運動だからといってその瞬発的なエネルギーを全く使わないというわけではないんですね。持久系の競技になると、その糖質ですとか脂質をエネルギーにするような供給の仕組みがこう活発にはなるんですけども、そっちだけでエネルギーができるわけではなくて、比率は落ちるんですけども、そのクレアチンを使ってエネルギーの供給の仕組みっていうのも持久系競技の間にも働いているので、そういう意味ではクレアチンの効果は体感できるんではないかなと思います。特にですね、スポーツなんかでは持久系競技でも
こう瞬間的にちょっと力を出したりするケースって意外とたくさんあるんですよね。例えばマラソンなんかでもちょっとペースを上げてスパートかけたりとかですね、坂道に差し掛かってちょっと出力が上がったりですとか、そういったケースでこう持久系競技やってる中でもこう瞬間的にちょっとこう力を入れて瞬発的な力を発揮するケースもあるかと思いますので、そういう時のためにクレアチンを摂取しておくというのも効果的ではないかなと思います。そして、そのスポーツ中の脱水症状なんですけども、確かにですね、クレアチンを取るときはしっかり水分を摂取しましょうというふうに注意書きがされています。弊社で使ってますクレアピュアの、ホームページにもですね、クレアチン 3g につきコップ1杯分の水を摂取しましょうというふうに推奨されているんですけども、一般的な使用量でこう脱水症状を起こすようなそういう、こう脱水の作用っていうのはないので、クレアチンを取ったから必要以上に脱水症状に注意しないといけないということはありません。まあ、ただやっぱりスポーツやってる中で汗をすごいかきますし、暑い時期なんかは特にですね、クレアチン取る取らないにかかわらず脱水症状、熱中症の危険というものは常にありますので、クレアチン取る取らないにかかわらずしっかり水分補給、あとは電解質の補給もですねしていただいて、熱中症、脱水症状の予防に気をつけていただければなと思います。そしてそのクレアチンと水分なんですが、確かにですねクレアチンを取ると、筋肉がつりやすくなるケースもありますので、そこはちょっと注意していただいた方がいいかもしれないです。これも体質によるところがありますので、クレアチンをどれだけたくさん取っても全然つらないっていう方もいらっしゃいますし、 5g ぐらいの量でもちょっとこう汗をたくさんかいて水分が少なめになったらこうつってしまうっていう方もいらっしゃるので、そこはいろいろ試しながらですね、ご自身の体質を見極めていただければなと思います。今回は、クレアチンに関するご質問にお答えをさせていただきました。他にもですね、何か聞きたいことがありましたら、コメント欄の方に、遠慮なく書き込んでいただければなと思います。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。